どうもこんにちは。まことと幸子の人生泣き笑い。さあ今日も始まりましたね。はい、あの今日のアシストもしていただくジャジャさん、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ今日は第何回目でしたかね。9回目です。あ、9回目9もうそんなになりましたか。なります。早い。早いですね。はい。九といえばどうなんでしょう。私たちのね、あの人生、うん、泣き笑い。そうそうそう。これにはなんか、うん、泣くありくありという意味も含まれてます、ね。元ネタがあるんですよね。ああ人生泣き笑いじゃなくて、はいはい、ああ人生に涙あり。あり。そうですね。これのね、そう。はい、これの楽ありゃ苦もある。そこに九が入っております。九、ね、が入ってます。はい、はい、まあ苦というのはいろんなね、漢字も苦難の道の苦もあればね、そうそうそう、あります、ね、はい、あります。苦心する苦もあれば、ありますもう苦労の苦もあるし、うん、ありますね、うん、もういいこともでもありますから、ね、ありますよね。言われますよ、はい、うん、でも僕らはね、うん、あの結構九に、うん、縁が深いんですよ、はい、あ、そうなんですか、うん、どういうふうに、あのね、例えば、はい、あの撮影上ではね、本番始まるとき、はい、よーいスタートカチンでしょ、はい、でもカチン、ね、スタジオテレビ局のスタジオって、はい、よーいスタートカチンってあんまりやらない、はい、ね、3219で、そうですね、 あれ、はい、あの9です。私もテレビ見たことあるか分かります。9なんですよ、はい、でもね、あれね、うん、僕らどうしても、うん、よーいスタートカチンで慣れてるでしょ、うんうん、それで芝居するじゃないですか、うん、でもたまにテレビ局行くと、うん、9出されてカチンコにならないから、うん、どこで入っていいか分からない。あ、そのまままだ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 かな、まだまだみたいな感じですね。9、向こうでね、うん、ディレクターが9出してるけども、うん、カチンコにならないから、うん、まだかなと思ってぼーっとしたら、うん、本番回ってますよ。でもう一回やり直しね。はい、はい、まあそんな感じでありますね、はい、ありますよ ね、 ね、それも9も、それも9の9でございますよね。それは数字の9じゃないですけどね、はい、うんうん、でもいろんな意味にね、あの9というのが日本語も含まれてまして、まあ本当にこれはプライベートで、まあ、なかなかなんかあれなんですけど、うん、私はこの1週間2週間、うん、腰痛というね、腰痛筋をねやられたんだと思うんですよ。それはあの腰痛じゃなくこう筋ですね、ピリピリ。年齢的なもんですか。いや、そこまでは言ってませんのでね。実はね、でもね、元の根本的な理由は前にも言ったけど、私国体目指して陸上選手で、はい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 、ね、まあアキレス腱痛めてちょっと残念だった、はいはいはい、うん、その時には確かに若いから二十歳もなってないぐらいですから、うん、その時は OK です、うん、まあそこまで行こうと思ったら、ね、うん、相当な練習なんですよ。あ、ですよね、ただ普通に走って速いって言うだけじゃないので、多分その時の過酷な練習でいろんなことを痛めてた、ね、はい、うん、でまあそれがね、だんだん10代20代30代40代となってね、こう何かした時に傷んでる筋がピーンと出てくるんですよ、うんす そ, うん、それがちょうど11月6日のお仕事の時にちょっとまあいろいろその時に多分こうピーンと来たんだと思うんです。それから普通だった、普通の腰痛になったことありますよね。ありますよ、ね、そんな、うん、結構早くは治るじゃないですか。私はね、すぐ早くなります、ね、私も結構1日で治るとかいう感じ、うん、本当は長く長く、うん、なんでこんなになんか苦難の道が来たんだろうと、うん、その時に限ってその週も次の週、うん、まあ、今週も、うん、ずっと忙しいんですよ。あ、だからまあ痛み止め飲みながら湿布貼りながらあっち行ったりこっち行ったりとかね、いろいろしてた、はい、そういう苦難の苦の2週間でありました。今日はもうだいぶ、あ、元気そうでしょ。あ、ね、いいですね、はいはい、うん、でもね、それってありますよね、うんうん、僕らでも昔ね、うん、レスリングやったんです、うん、レスリングしてたの。そうそう、中学の時は柔道で、え、それはクラブで、まあ、社会、いやいや、柔道はクラブですよ、はい、中学のね、クラブ活動ね、はい、でレスリング、プロレスが好きだったんで、うん、レスリングをしたかった、うん、で、まあ、社会人になって、うん、まあ、その当時も東映に入ってましたけどもね、うん、下鴨神社に、うん、日本西武館という道場があったんですね。まあ、柔道とか空手とか、そこでなぜかたまたまレスリングを教えてた、うん、結構ね、一般でね、レスリングを練習できるってことで、ま、あんまないんですよね、うん、でもそこはなぜかやってて、ね、習いに行ったんです。あんまり聞かないですね。そうそう、柔道とかね、そうそうそう、合気道とかはね、そうそうそう、うん、たくさんあるような気がします、ええ、うん、で、まあ、そこで
稽古して、やっぱりあの、レスリングとか、まあ、柔道でもそうなんですよね、投げられますよね、はい、どうしても腰とかね、どこか体がやっぱりガタが効くんですよね、その若い頃にずっとやってても、その当時はどうもなかったも、やっぱりそれがなんか、ね、あの年重ねにつけて、ね、私とね、その時の過酷なあれが ね、 れがね、それが今ね、今になってね、ちょっと来てましてね、私、腰はどうもないです、はい、腰は全然大丈夫なんですけども、股関節ね、に来ますね。あ、それでね、痛めたりしてはったんですね。そうなんですね、うん、だから皆さんもね、今は大丈夫だけども、年いったらね、気をつけてくださいよね、ふとした時にね、出ますからね。ジャジャさんは何かそういうのあります？何かをしてたから今ちょっとそれで痛めてる。今痛いとことかないですか？どっか今はない。どんな話やねんね、最初からまあでもね、視聴者の方も聞いておいてくださいでも高校の時に、空手やってたよね、キックボクシング。はいはいはい、そう、それは通信教育ですか？キックボクシング通信教育、通信はもう学校でこれ前のネタです。前のネタもうね、教育ないよ、うん、でも先生は韓国人だったんですよ、そうで、テコンドーみたいですね。そうそうそう、だけどすごく混じったりしてたというような気がする、でその時にバックキックで、されて、もちろんスパリングもあるでしょ、でバックキックでなんか耳のところにパッと当たったんですよ、ですごいの痛くて、なんか、もう1週間ぐらいもなりになってたんですよね、地味になりが、なってて、鼓膜大丈夫でしたよ、よかったね、大丈夫、後でね、大丈夫になったんだけど、でも、多分ね、年取っていくとまた出てくるに違うかなとか心配があるからね。ミーミーってね、ずっとね、年中セミ鳴いてる方とかいらっしゃるみたいですよ。あるよね。なんかそれはないように。何かねやってたらね、きっとこう。でもちょっとだけなんかあった時に、あ、多分あれ違うかなとか、多分もうちょっと気になりますか。気になってしまうっていう。ね、一回病院にも行ったんだけど全然何もないんですよって言われたけど、気のせい気の問題で ね、あの時は原因違うかなとかって思ってしまいますよね。でもね、気をつけてる、そんだけ気をつけてはるいうことが大丈夫だと思うんですよ。まあジャジュさんにもそういう苦難の頃はありましたといきなり苦難から始まりました、はい、なんでやろうね、まあ、人生ね、楽もあるんでしょうけど、ね、楽ってどういうことが楽なんでしょうね。それは多分ね、まあ、人にとって楽しい、楽言う楽しいことですからね。楽しい、まあ捉え方が違うんですけども、こうだらーっとするんじゃなくて、楽しいでしょうね。楽しいことをしてるから、ね、そうそう、楽あることは楽しいということですね、まあだから要は健康であるということですよね、はい、これが一番ですね。健康でなかったらどんな楽しいことしても楽しくないので、楽しいことできないですね。できないですもんね、まずは健康、元気であること、ね、元気があれば何でもできる、ね、はい、誰か言ってましたよねそれだよね。まあね、でも元気を保つということもメンタル的な面もありますし、いろんな面もあって、生き物、人間だけではなく全てにおいてそれを持続することは大変なことだと思います、ね、はい、なんか朝からこういう番組、朝じゃない、最初からこういう番組になってしまいましたけどね、 9回目っていうことからね、そうですね、今日から始まりましたね、はいはい、ね、はい、でもちょっとじゃあもうついでにテーマいっちゃいます、いきましょうか、はい、はい、ね、何でしょうか今日のテーマ、今日のテーマは、はい、今、はい、京都市内でも、はい、全国どこでも、はい、綺麗ですよね。どこ行っても綺麗。何が綺麗ですか。はい。さっちゃんが綺麗。そんなことないね。はい。まあそれもあるけども。それも年中なんです。年中だけじゃなくて。ちょうど今が11月、ね。ここで笑うとあかん言って。11月。はい。この時期一番綺麗なのは、はい、こんな手の、はい、これです。もみじ。もみじ。はい。はい、秋の夕日にですね。そうですね。はい。まあでも京都は本当にいっぱいありますね。もうありすぎてね。そんなから一つ選べてもなかなか選びにくいですよね。もう確かにね、お花の綺麗なところはたくさんたくさん、よく行ってありますよね。お花好きですよね。しょっちゅう行ってますね。写真撮りはるからね。そう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 。まめに行ってあります。昨日ね、一昨日とね、ちょっと新曲のなんかこう、PV、動画ビデオを撮りに、はいはい、金沢行ってきて、そこもやっぱりいいですね。まだすごくはできてないんで、あの辺の、
場所はね、うん、京都ほどでもないんですけど、うん、一部的にはすっごく綺麗かったり、あとはもうイチョウの木が絨毯のほど落ちてる、 あともんでもみじもも落ちてる部分もいっぱいあるんですよ、はい、大きな浅井さんのような大きさのもみじから、うん、ジャジャさんのような大きさのもみじから、うん、私の手のようなもう大きいと本当大きいんですよ、びっくりします、本当ジャジャさんの手ぐらいのもみじがそうそう落ちて、もっと大きいのかもしれない、そんな大きなあるんですか、うん、なんかこう下にね、うん、大きいの落ちてきた言いながら、ね、ところで、うん、もうね疑問なんですけども、うん、モミジとカエデの違いってどうなんですか、モミジ、モミジとカエデの違い、ジャジャさんに聞きなって言うね違いますよね、どうなんですか、え、はい、師匠どうなんですか、いや僕もよくわからないですよ、師匠に一言思いましてモミジの中でもねいろんな種類ありますよね、うんうん、例えばイロハモミジとかね、ありますその違い、種類の違いじゃないですかね、だからカエデがなんかちょっと若干大きいような気がするんですけども、違うんですか、ね、ちょっと違うね、あの歌にもありますよね、うん、秋の夕日にも出るね、うん、この間から嵐山で歌いましたけどね、うん、飛び入りで急に、うん、でもあれにもカエデっていうのも出てきます、ありますよね、もみじも出てくるけど、カエデも出る、柱の中に別にカエデも出てきます、うんうん、あ、今度調べとこうかな、どなたかご存知ならちょっとコメントしてください、ね、ま、モミジとカエデの違いね、はいはい、そんなも知らんのかいとか言われて大丈夫です、ところでね、はい、モミジって赤くなるでしょ、はい、あれなんで赤くなるんですか、恥ずかしいから、恥ずかしいから僕今日シャイなんです、恥ずかしい、恥ずかしい、シャイなんですいやなんでなんですか、あれはですね、はい、あの赤いのはね、うん、あの多分あれはアントシアニンという色素です。あ、色素は濃い、赤く、うんうん、だから、まあ、冬に向けて、まあ、冬支度をするんですよね、はいはい、だから緑はあの葉緑素を言うんですかね、その色があるん で秋に、冬になってくると、まあ、養分を蓄えて葉っぱが落ちますよね、その時になんか赤くなるっていうことを聞いたことがあります。だからあの一本の木でも同じ色ばかりじゃないですもんね。うん、そうですよね。それが綺麗よね。うんうん、うん、はい。なんかいろいろな色が混ざって。色はすごくね、あの、まあ、赤もあるし、うんうんうん、でちょっと黄色い。そう、茶色、うん、黄色いとかオレンジもあるし、ね、そうそうそう、うん、その組み合わせはすごく綺麗だよ ね、 そうですよね、僕来た時、あの日本に来た時に、うん、あのそういうソルニアのショップに行って、うん、でまあ、外国人向けのね、あのシャツがあったんですよ、はい、で多分ベージュのシャツで、うん、でモミジのいろんな、うん、プリントがあったよね、黄色とか赤とか、あすごく綺麗いいね、それ、うん、今はもうお餅じゃないんですか、うん、もう小さくなった、そうか、小さくなったそう、でもすごい綺麗なシャツ、綺麗なシャツだった、あれはもう韓国客が買ってもらえる、うん、モミジのモミジというか、まあ、カエデというか、うん、派手ではないんですけど、桜のようにね、うん、派手ではないんですけど、ちょっと趣があって、そうだね、あ、ちょっと控えめな上品さがあるような、うん、ふうに私は思ったりします、うん、うん、ちょっとこう趣っていうのかな、そういう言葉が合うような気がするんですよね、うん、こうバーッとしたこう派手っていうんではなくてね、うん、まあ、色は派手ですけどね、うん、赤とかね、うん、色とかね、うんうん、バランスがすごく美しい、うん、あ、そうそう、バランスがいいですね、うんうん、色的にもね、うんうん、秋だねっていうのがすごく感じますよね、ところでね、ちゃちゃん、うん、一つだけモミジの一番おすすめの、うん、まあ、好きなところでもいいですわ、うん、どこかないですか、おすすめの場所、あ、場所、自分、まあ、おすすめでもいいし、さっちゃんのモミジの好きなところ、一つ、あのモミジがある場所ということですか、場所、うん、あ、私はもうね、あの思い出になれば、小さい頃、うん、まあね、実家に四天王寺あたりだったんですけど、うん、どのお寺っていうのはちょっと覚えてないんですけど、ちっちゃいとこに遊びに行って、うん、まあ、銀杏の木とかもあったんで、はい、そこにあのモミジの木があって、うん、そこはまあ子供ながら、小さいながら、うん、もうすごい小さかったんですけど、うん、すっごく綺麗なーって見とれてました。どこか場所はわからないです、ちょっと記憶にないです、ま、自分の記憶の中では本当に1本しかないんですけど、うん、それがすごく鮮明に残ってます、
もちろん私は嵐山好きですから。嵐山ね、あそこは綺麗と思います。うちの庭ですけどもね。はいはいはい、はい、そうですね、はい、そうですね、近いですもんね。そう、まあ歩いても15分かはね、そんな感じだね。京都でしょ。多分一回一番最初あの、うん、日本語学校行った時に、うん、見学で行ったんですよ、うん、京都の嵐山とか、うんうん、そこ初めてあのもみじみたいですね、うんうん、ちょうどいい時期だったんですね。そう、うんうん、すごく良かった。それはすごいあの覚えてる、うんうん、なんでですか。浅井さんも何かおすすめがあるんですか。私はそこのそれが思い出で一番綺麗かったと思います。はい、もうねおすすめがいっぱいありすぎてね、うん、一つ絞ろうとなったらかなり難しいんですけどね、うん、今の時点で一番好きなところが、うんうん、清滝。ああ清滝、うん、知ってます、はい、嵐山、お名前は、はい、あ嵐山からさらにずっと北へ行ったところですね。で清滝川ってあって、うん、そこ行くまでに、ね、トンネルがあるんですよ。そのもう細いトンネル、車一台通れるぐらいのトンネルね、うん、そこを抜けたところがもう清滝で、もう抜けた瞬間、うん、すごい目が奪われるというか、その鮮やかでね、うん、カーッともう真っ赤なんですよ。うんうん、で、すごいですね。結構ね、違う世界に迷い込んだみたいな。トンネルを抜けるとそこはモミジだったというね、はい、ありましたね。雪国だったじゃなくね、はい、でモミジ国だった。そう、モミジ国だった。結構京都のモミジの妖精がいてるかもしれません。そう、どんな妖精や、どんな妖精こんないっぱいつけてねでもあの京都の紅葉名所って、うん、観光客とかもう人が多すぎるじゃないですか、うん、ね、多いでしょうね。なんかもみじ見に行ってるのか、うん、人を見に行ってるのかわからないぐらいの、うん、でもそこの清滝は、うん、もうほぼ貸し切り状態、穴場。いっぱい連れてってください。観光客は ね、あんまほとんど行かないですね。知らないのかね。知らないでしょう。行き難しいですか、行き方。そんなことないですよ、うん、説明せん方がいいと思いますよ。まあね阪急嵐山駅からバスありますからね、はいはい、あバスもあるんですか、うん、バス乗ってもそんなに変わらないですよ、はい、15分ぐらいですかね。うお名前は聞いたことあるんですよ、ね、清滝って。だそこ行く人って結構ハイキング行く人が多いんですよ、うんはいはい、あね、高尾方面行ったりとか。だからちょっと上になるの、やはり山の方です、うん、だから海抜に言ったら200メートルぐらいあるんかな。そこまでだからあまり観光客の方はこう行かないのかな。行かない、まあ、もう嵐山の高尾までは行きますけど ね、うん、高尾ね、高尾は行くよね、行ったことあります、うんうんうん、十分綺麗ですもんね、そこあたりでもね。うん、綺麗です、うん、でそこはあの川が流れてるんで、うん、朝とね、昼間の温度差が激しいんで、紅葉の色づきがすごい市内より綺麗なんです。あ、空気も澄んでるでしょうね。でるし、人も少なければ余計に、ね、温度差もあるし、川のある程度その湿気、ね、ある程度湿り気がなかったらあまり綺麗にならないんで、うん、すごいいいところで、そこは四季を通じて夏6月ぐらいかな、うん、行ったらそこホタルが見れるんです。そういういいところ。ホタルいいですね。ホタルね、いいですね。はい、うん、ホタルね、私今年5月に和歌山の方で、うん、5月末にもうバーッと一番多い時にちょっとホタル見に、うん、まあ感動しました、あまりにも多くて。で星がちょっと山をガーッと登っていくから大変なんですけど、まあ、車で行くんですけどね、うん、で夜遅いからね、うん、ホタルもものすごく綺麗かったんですけど、うんうんうん、パッと空を見上げれば星もものすごく綺麗。いやー、こんな近場にもこんなに綺麗に星が見えるところがあるんだと思ってめちゃくちゃ感動しましたね。うん、はい、もう私らがね住んでるあたりはそんなに星はね、うん、見えないですけどね。どうせボーンとか見えるぐらいですけどもね、うん、はい、まあそれでホタル、清滝っていうのはやっぱり5月ぐらいがホタルの時期ですか。6月ぐらいですかね、あ、ちょっと遅くなるのかな。うん、そうそうそう。清いに滝でいいんですか。そう、清いに滝は、はい、うん、ちょっと検索しときます。でそっからね歩いて、うん、そう40分ぐらいかな行ったところに、うん、空屋の滝って滝があるんです。空屋、まあ、空屋、うん、修行するところの滝でね、うん、その滝もね、うん、落差としては、まあ、そんなないんですよ、うん、どれぐらいかな、10メーターぐらいかな、だけども、うん、あの結構いい滝なんです、うんうん、そこもよく行きますね。
滝に打たれて、滝に打たれて修行して、はい、へえ、うん、いいですね。なんか、うん、なんかの撮影場所とかにも、ね、いやいやあるんですよ。で、そうそうでね、今ふっと思いましたね。うん、岡田真理子さんかな、うん、が滝に打たれて撮影、はい、ジョノマイと映画でね。あ、ジョノマイ見ました。見ました。あれでありましたね。あそこだったんですか。へえ、そういうことなんですね。うん、はい、これが撮影、おすすめスポット。なんか一押しです、いいですね、私の。やはり、うん、まあ日本はね、今春と秋が短くはなってきてるんですけど、うん、その短い間にでも一生懸命あのもみじも咲いてくれる、短い間の春にも一生懸命桜も咲いてくれる、うんうん、ね、それを大事に、そうだよね、はい、していきたいですね。ね、そうですね、はい、うん、どうなんでしょう今日のお着物は。あ、そうそう、はい、気づいてもらいました、ね、気づいてもらいました、はい、いつ言ってもらえるかと思ってたんですけど、お父さんちょっと大丈夫、あの病気しててお父さん大丈夫、ね、みたいな感じ。いつもはね、結構派手派手な着物を着ますよね、うん、はい、ね、もうあの緑とか金ピカノンとか、はい、先月もそうですね、あのおにぎりに合わせて ね、ちょっと地味なね、地味なね、はい、うん、これはちょっと、ね、なんかお父さん病に侵されて寝てあるんかなとか。まあ今日の、ね、朗読にも合わせてるんですけども、うん、もうぴったりとね、うん、いつも衣装も合わせてくれてるんです。まあ、色合い的にはちょっと秋のね、うん、ちょっとしっくりとした感じの。でも色はいいですよ。色いいでしょ。うん、綺麗な。うん、帯はでも赤ですからね。帯は赤ですよね。はい、帯は写さんでくださいね。ほらね。紅の色。と、うん、いうことで、はい、はい。今日の朗読は。お、じゃあ、ねえ。もう恒例になってますね。まあ、11月というと、まあ、もさっき言ったもみじが、ね、はい、夢なんですけども、秋はね、はい、夜が長い、昔から秋の夜長と秋の夜長言いますよ ね、 ね、だからね、秋夜何してますか、うん、長い夜、それも寝てます。ほとんどね、寝るのは私は夜中ですからね、もうな、結構夜の時間を大事にして、あ、それはいいですね。まあ、あのホッとしたりもしますよ、あの、うん、貯めた DVD のドラマとかを見て、癒しのひとときを、うん、でもね、夜の方がね、なんかまあ歌的にも詩も浮かんだり、いろんなことの計画もバーっと書き溜めるとか、うんうん、昼間の時間より夜の方がしやす、私にはしやす、しやす。ああ、なるほどね、はいはい、うん、確かにね、はい、でも僕もね、夜になんかしようと、うんうん、うん、思うんだけども、うん、もう10時半ぐらいになったら眠たくなってきた、うん、はい、あのね、私思うんですよ、まあ、あの家族にしろ知り合いにしろ、うん、男性の方ってめちゃくちゃ寝不足弱いでしょ、うん、そう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 、子供がそのまま大きくなってはるからね、男の方は寝不足に弱い方が、うん、ああ、そうだ、結構女性はある意味強いんですよね。ああ、なるほどね、まあ、あのその全ての人に限り、ね、ではないですけど、うん、やはり、まあ、子育てする時で夜寝れないとか、うん、そういうふうに生まれついてるんですよ、うん、多分 ね、 ね、はい、皆さんがそうではないんで、ジャジャさんも寝るのは爆睡って言ってましたもんね、苦手です。寝不足苦手でしょ。そうそうそう、はい、まあ、寝ることはいいことです。いいことですね。そう、はい、寝るから、寝るからこんだけ空ってるんですね、うん。寝るのは遅くてもしっかり寝てますし。でもそれこそ爆睡です。うん、でも寝るのはいいんですけども、うん、今日の朗読みたいに寝すぎたらダメですよ。そうです、これはちょっと長すぎ ね。この間どうしたんでしょうね。お腹もすくだろうし。ね、さあ、ね、どうしたんか、ちょっと今から皆さんに知ってもらいましょうか。はいはい、何でしょうか。今日の朗読は3年。寝太郎です。3年も寝るんですって、はい、では始めますよ、はい、始めます、はい、聞いてください、はい、3年寝太郎。昔々ある村にとてもお金持ちの家がありました。財産は1,000万両、土地は9380坪、庭には温泉サウナ付きで5階建ての住宅の天守閣からは隣村まで見渡せる豪邸でした。そこに住んでいたものは、あ、いやいや、今日お話しするのはそのお金持ちの話ではなく、その家の隣に住んでいるとても貧しい家の人のお話です。その家にはいびきという名の一人息子がおりました。しかし、その息子はいい年をして仕事もせず、朝から晩まで寝てばかりいました。起きてくるのは
ご飯を食べる時と便所に行く時だけでした。村人たちはその息子のことをいびきとは呼ばず、寝太郎と呼んでいました。それを見かねたお父さんは、とうとう堪忍袋の尾が切れて言いました。こら、お前はいつも寝てばっかりで仕事もせんと、ちょっとは性根入れてや働いたらどうや。わい、仕事嫌や。したない。なんで仕事が嫌なんや。人ちゅうもんはな、額に汗して働くもんや。仕事すると疲れるわ。それに邪魔くさい。そんなん言うて、一体誰に食わしてもろてる思てんのや。父ちゃんの少ない年金で食わしてもろてるんちゃうんか。ちょっとは親孝行したらどないや。わしが死んだらどないすんねん。父ちゃんはまだまだなかなか死なへんわ。100まで生きるわ。飯まだか。飯まだかてさっき食べたやろ。飯飯っては食っちゃねえ食っちゃねえしてはへえばっかりこきやがって。ああくっさー、お前ちょっと食べ過ぎ違うか。あんまり食べたら腹壊すぞ。どうもない。わい小さい時おじいちゃんから鉄の腹って言われてたんや。そんなこんなで寝太郎は3年3ヶ月の間寝て暮らしました。そんなある日の朝、寝太郎は急につくっと立ち上がって、父ちゃん、白い着物と鳥帽子と提灯買うてくれ。なんやて？そんなもんどうすんねや。ほんでお前、鳥帽子って一体なんや。それをひょっとしてお前、烏帽子とちゃうのかい。そやそや、寝てる間に忘れたんや、言葉も。もう何でもええさかい、買うてくれや。わい、金稼いだるわ。おお、金稼ぐのか。その言葉に嘘はないやろな。わい、嘘と梅干しは嫌いや。梅干しはわいも嫌いやけどな。せやな。わかったわかった。まあお前がそこまで言うんやったらこうたる。その代わりええか、しっかりお金稼ぐと約束せよ。約束する。こうして町へ出かけたお父さんは白い着物と烏帽子と提灯を買ってきて寝太郎に渡しました。すると今度は寝太郎は外に飛び出して山に行きました。一時ほどすると寝太郎は鳩を捕まえて帰ってきました。おいおい、お前そんな鳩なんか捕まえてきてどないすんねん。そんなん持ってな、鳥インフルエンザになっても知らんぞ。どうもないどうもないと言ってまた寝てしまいました。やがて夜になり、お父さんはぐっすりと寝ていました。寝太郎はすくっと立ち上がり、白い着物を着て烏帽子をかぶり、提灯と鳩を持って外に出て行きました。そして隣のお金持ちの家に行き、庭の大きな木に登り始めたのです。そして大きな声で、これこれ、ここの家の主人よ、出てきなさい。それを聞いた主人の孫左衛門はびっくりして飛び出してきました。誠左衛門、こんな夜中にもう一体誰や、迷惑な。わしは岩田山八幡宮の神である。おっ、はっはっは、これはこれは、岩田山八幡宮の神様、このような時刻にわざわざお越しいただくとは、ありがたき幸せにございます。誠左衛門は木の上の寝太郎の姿を見て、てっきり神様だと思ってしまったのです。で、今日お越しいただいたのは何用でござりまするか。お前の家には娘が一人おるじゃろ。
若くてとても綺麗な可愛い娘が、まるで歌手の南幸子のような。ああ、まあでもあれは若いかどうかはちょっと疑問でございますがな。まあまあ、確かに娘はおります。それがいかがなされましたかな。その娘を寝太郎の嫁にせよ。いや、ちょっと待ってください。いくら神様のお申し付けとは申せ、娘をあの寝太郎の嫁になんぞ、それはあまりにもひどすぎます。あいつは仕事もしないで寝てばっかりいて、おまけに兵ばっかりこいてるじゃありませんか。そんなやつの嫁になんぞ、とてもとても。バカ者、お前はなんという大バカ者じゃ。もし娘を寝太郎の嫁にしなければ、恐ろしいたたりが降りかかるであろう。たたりじゃ、岩田山のたたりじゃ。ははは、これは大変失礼いたしました。岩田広美じゃなくて、岩田山八幡宮の神様の仰せの通りにいたします。よかろう。では明日娘を寝太郎のところへ連れてまいるのじゃぞ。はは。ではわしは山に帰ると。言って寝太郎は提灯に火を入れて、鳩にくくりつけて空に飛ばしました。それを見た誠左衛門は、神様が空を飛んで山に帰っていったのだと信じてしまいました。そして翌朝、寝太郎の家に娘のお幸を連れた誠左衛門がやってきました。寝太郎さん、寝太郎さん。誰やん、こんな朝早かな。寝太郎さんに娘のお幸を嫁にもらってもらいたくて参りました。嫁は嫌や。もらっていただかないと困ります。岩田山八幡宮様の神様のお告げなのでございます。なんぼ神さんのお告げは言うたかて嫌や。わい、寝てる方がええ。いやいやいや、寝ていようが何をしようが構いません。ほんまに何してもええのやな。好きなことをしてください。だからどうか娘を嫁にもらってください。よし、ほなわかった。娘を嫁にもらおう。ありがとうございます。ではどうかよろしくお願いいたします。こうして寝太郎はお金持ちの誠左衛門の娘お幸と結婚をしたのです。お幸は結納金としてたくさんのお金や高価な宝物をいっぱい持ってきました。それからというものの、寝太郎は人が変わったように朝から晩まで一生懸命に働き、もう誰も寝太郎と呼ぶ人はいなくなりました。そしてお父さんと三人で裕福で幸せに暮らしましたとさ。めでたしめでたし、おしまい。はい、どうも。はい、エボシでした。エボシ、鳥帽子から一瞬忘れてた。鳥帽子から、でもなんか言わなあかん。鳥を出してたんですよ、ちゃんと。これでも鳥という感じして、カラスやろ。カラスでしょ。でもカラス帽子ちゃうしなと思って、もう何でも言ったら、あ、浅井さんうまいこと言うてくれるでもこれってなんか、うん、ちょっとなんか脚色されました。してますよね、うん、最後の方途中も、あ、もちろんそうなんだけど、うん、まあまあでも基本的なストーリーは一緒ですけどね、うんうん、最後嫁に来てね、そこからね、まあ寝太郎っていうその3年寝てる間にいろいろこういうことをやったらうまいこといくやろと考えてたんでしょうか、うんうん、でしょうか ね、 すごいいい人生ですね。でしょうね、うん、はい、でも最後はね、うん、嫁にもらって、うん、そのお金持ちのお金もらっただけじゃなくて、自分も働くんやからね。 そこは偉いのよ、うんうんうん、でもそこは多分脚色してるかもしれない、うんうん、お金をもらってもね、うん、それでまたそう働かないと、ね、今度は6年寝太郎じゃなくて、そうそうそう、はい。あ、でも本当はもしかしたらそういう賢い人だったのかもしれませんね。ね、うん、
あでも面白かったです。面白いですよ。はい、ね、はい、うん、まあでもね、あのこういう、まあ、おとぎ話というか隠し話はやはり最後はハッピーエンドが一番ですね。根太郎さんはやっぱり腹の鉄なんですか。はい、て 鉄の腹。はい、腹鉄をと言いたいんですか。それではないけどね。それは実は実は何を隠そう、はい、私の昔の子供時代のあだ名でした、はい、鉄の腹。今でもね。どういうこと。だ今でもお腹を壊さないっていうこと。壊さない。今でもよく食べるでしょ。食べますよね。子供の頃から変わらない。それは子供の頃からよく食べて、それでもなんか壊さない。でもね、うん、食べるって本当によく食べはるんですけどね。なんていうのかな、あの余計なものはあまり食べないのかな。そうそうそう、お菓子とかもね、食べはることは食べます。お菓子はほとんど食べずに。でもそれは別にわざわざね、うん、あと加工食品とか、うん、あんまりあのご飯お米とか、うん、そんな食べない。だってもう野菜、炭水化物はちょっと控えてはる、ね、食べるときは食べはるけどね。食べる食べるよね、うんうん、なんか結構ね野菜を重視に、あのトマトとかでも、うん、はい、いっぱい食べてはりますよね。そうそうそう、うん、さっきに野菜を食べて、その後でそういうご飯を食べたら血糖値が上がらないというね。そういうことをすごい守ってはります。最初浅井さんの食べ方にびっくりしたのは、うん、何品かあれば1個だけを集中してそれなくなるまで食べる。そうそうそう、おかずがまあ3つあるとするじゃないですか、うんうん。ジャズさんはどういう食べ方、こうあれも食べてこれも食べて、うん、僕もそう、私もそうなんです、うん、そういう感じです。浅井さんはなんかそう初めて一緒にお食事、うん、えなんかずっと同じのそれなくなる前だで、まず次これですね。ね、例えばいつご飯はいつに入れるんですか、うん、ね、例えばまあ5品ぐらいあるとでしょ。ひじきある、ひじきあったり、芋の煮っころがしあったり、あのほうれん草のおひたしあったりしたら、もう最初そのほうれん草のおひたしだけ食べて、それがなくなったらひじきばっかり食べて、それがなくなったらお芋の煮っころがし食べて、そういう食べ方なんです、うん。まあ、あっちこっち食べてこっち食べて嫌なんです、うん、だ味と何でそういう味がね、うん、味が混じるから、うん、ちょこちょここうあっちこっちを食べるのも楽しみですけど ね、うん、迷い橋ではないんですけど、でも最近以前ほどじゃないんじゃないんですか。以前ほどこう徹してないでしょ。食べる、いやいや、うん、今もそうですか。その同じ種類ばっかり食べるのは前と変わりませんよ。うん、ただまあちょっとね、最近若干食べる量は減ってますけどね。ああそうなんですかね。うん、へえ。でもまあカレーライス、オムライスね、それしかないからね、そればかりは、まあ、食べないですけど、ね。だカレーライスでもね、うん、カレーにご飯を混ぜて食べるの嫌なんですよ。うん、なんとなく分かります。最近、うんうんうん、まあね、本当は野菜があったら先野菜食べるんだけども、野菜なかったらもうご飯をね、カレーちょこっとだけご飯に塗って先ご飯だけ食べて、まさかカレーライスの中のルーを残して、うん、最後にルーだけ食べる。あ、さっき人参ばっかりを食べる、それはないんですよね。中から先人参ばっかりを、次はじゃがいもばっかり、次はお肉を、それはしないんですね。それはしない、はい、らしいです、でもさっき全部 ご飯をまずそうまず食べてしまって、だから基本だからカレーのねルーが好きなんですよ。私もルー大好き、うんうんうん、なら例えばバイキングとか行ってカレーあるでしょ。私ご飯なくてもカレーのルーだけで食べる、ルーだけ食べるんですよ。いいぐらいルーだけ、うん、で先にご飯だけもうちょこちょこっとカレーをもう塗って味だけつけてご飯だけ全部食べてしまって、もうできるだけルーをね残すようにしといて、ルーだけ食べる。じゃあ好きなものの楽しみは後に置いとく方が。そうですそうです、そういうことです。ジェジェさんはどっち。そうだよね、うん、私結構さっき食べちゃうな。そう、うん、一番じゃないねんけど、まあ、混ぜて全部食べるんですよね、うん、多分食べてる間に、うん、あこれも食べたいっていう、うん、そういう何かを一口入れれば次の脳がこっちだな、そうそうこっちだなってね、うん、なんか全体的に、うん、あこれが美味しそうやな、土地に行くみたいなね。そうよくありますよね、子供の頃もまあ兄弟がおればですけど、うん、兄とか2人いてたんですけど、自分が好きなものを置いとくんですよ、うん、例えばプリンとかね、まあ、後で食べ、そしたらお兄ちゃんだから兄弟がいてたら、うん、それが危ないので先に食べる、そうなったのかもしれない。ああ、それなんですよ。それちゃうね、うんうん、食べられちゃうから、お一人、ね、うん、一人っ子なんでね、な、うん、いつまでも本当に誰も捕らえる心配ないんで、ね、お父さんとかまさかね、息子の方をね、早く食べないと食べられる、うん、それがあった、置いてたんですよね。なお前いらんのかって、いるねとかよく泣いてましたね。今は泣かないんですけど、ちっちゃい頃はよく泣いてましたね。それがその恐怖があるから。一番には食べるわけじゃないんですけど、うん、途中でもプリン食べようかなみたいな感じで
でもさっきね、おさやさんが言ったように、なんかあの混じるからね、うん、味が混じるから、なんかそ、うん、どんな味か分からなくなるっていうのも、そうそうそう、それもいいですね。いいでしょ。それもあのなかなかあの味を噛みしめる、うん、味を噛みしめる、うんうん、だから僕はあの例えば、うん、辛い味やったら辛い味、うん、甘い味やったら甘い味、うん、もうはっきりしたいんですよ。だから僕嫌いなのはあのおかきでね、うん、醤油塗ったおかきに、うん、ザラメ油って砂糖が混ぜてある、ね、うん、あ、分かる分かる、あれ嫌なんです、うん、もう辛いか、ね、辛いか甘いかどっちかせえという、うん、甘いのだったら甘いのでいい。そう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 、うん、そうなんですよ。私もザラメのね、うん、そうおかきは、うん、いや好きですよ、嫌い言ったらいただけなかったそれとね、例えばまあなんかこうカステラとかケーキ、そういうパン類で、うんうん、チョコチップが入ってるメロンパン、あれも苦手なんで、チョコは大好き、うん、メロンパンも大好き、でも別々がいいんです、うん、変になんかそういうチョコチップが入ったメロンパンいただいた、うん、そのチョコだけ脱いでそのなんかやはりそういうのと同じ感覚でしょう、でも、うん、そうそうね、うん、チョコはチョコも大好き、うん、メロンパンも大好き、それ、ね、一緒だったら嫌なんだ、うん、それわかります、そうわかります、うん、もしそれ僕だったら、うん、そのチョコチップだけバーっと脱いで、うん、さっきメロン食べて、で後でその抜いたチョコチップだけ食べる、あ、そうそう、私も捨てないですよ、大事なね、大事なもの食べ物ですからね、うんうん、はい、なぜかそういうのはちょっと苦手かなと、うん、それにいちごにあのミルクやお砂糖はかけない、いちごはそのまま食べたい、あー、なるほど、そういう感じです、うん、はい、そこまで酸っぱくないじゃないですか、うん、まあそうや ね、うん、あと食べ物の話になりました、まあまあそうやねなんで食べ物の話ね、あのネタロウなのに先月だったらまだ話わかるんですけど、うんうん、おにぎりコロリンね、はい、うん、なんでなったんですか、浅井さんの食べ方がって私が言ったからですね、こういう一個ずつ食べ方、ね、うん、だからあのほれ鉄の腹からね、あ、鉄の腹から始まって、じゃあもうせいろが飲んだことないです飲んだことないですよ、ほとんど、あ、そうですか、うん、子供の頃からも強い、そうかった、あ、でもいい子、うん、あの結構ね、うん、思うんです、頑丈にできてはる、もともとが、うんうん、そうだよね、うん、あの健康的だと思う、お父様たちね、お父様もそうですよね、そうそう、はい、うん、でもそれすごいいいですよね、うんうん、ねえ、バス転落しても無傷だったもんね、虚弱体質のね、うん、でもそれはそれでね、人それぞれの体質があるから、うん、そこに付き合ってうまく生きていくいうことも、ね、そうですね、うん、大事だと思います、ね、小さい時に食べる時に絶対土地で水飲んだらダメとか、あ、怒られたりしてたね、そうなんですか、うん、もう水ばっかり飲んだらダメとか、うんうん、最後食べ終わってから水飲みなさい、うん、ああそれは僕もそうですね、食事の時に途中でお茶や水を飲まない、そうそう、うん、もうそれでお腹が膨れるから、わかんない、なんかそれもあるでしょうね、お、うん、多分それだと思うね、うん、親がもう特にお父さんがもうそれをやめなさいとか言って、だから僕もね、うん、一番最初あのご飯食べる前に、うんうん、やっぱり水分で、あの口なんか潤さなあかんから水分をぐーっと飲んで、うん、であと食べるときはほとんど飲まない、お口を洗浄するんですね、最後終わってからでもそれですよ、まさに、うん、でも最後にぐーっと飲む方がお茶でもお水でも美味しい、美味しい、ね、私も途中は前飲まないんです、たまにテーブルにそのドリンクを忘れてる時がある、あるあるある、うん、僕はもうその、ね、飲んでしまうね、今でも、あ、そうなんですか、うん、そう、うん、お父さんの前ではな、あ、やっぱり意識してる、お父さん似てませんけどでもどうしても土地でね、なんかね、うん、ちょっとだけ、あ、ちょっと詰まっちゃうかな、うん、どうやろうね、うん、なんか口がね、なんか水が欲しいみたいな感じ、うんうん、まあたくさんいろんなものを食べたらちょっと飲むのもいいかもしれない、うん、口の中がこう、うん、まあ確かにね、綺麗になる、お芋とか芋とかね、うん、食べたらちょっと口の中ね、うん、水分欲しくなりますけどもね、うんうん、ちょっと粘っこい芋とか、そうそう、小芋とかですか、さつまいもとか食べたらね、やっぱり、はいはい、水分がなんか欲しいなりますよね、さつまいも大好きですけど、どうしてもこうこの辺で、うん、止まっちゃいますよね、うん、はい、はい、だからああいう食べ物はもちろん食べませんけど、歌う前には絶対食べない、おかきもです、この辺に止まっちゃうんですよね、うん、何かだから歌う前にはそういうものは食べられない、ね、この辺で引っかかっちゃったり、俳優はなんかあの芝居出る前に水とか飲むんですか、僕は飲まないですね、ほとんど、あ、もうあんまりお腹に入れない、あ、食事はするんですか、食事はしますよ、うんうんうん、やっぱりお腹減ったら声もなかなかあの、うん、お腹から声出ないんで、うん、でもそんな容器は食べない、まあ、ある程度ちょっと腹に入れてから芝居しますけどもね、うんうんうん、
どちらがいいですか、例えば、まあまり、まあ、満腹ではないんだけど、あ、その人によりますよね。あんまり、そう、あんまり満腹にしすぎるのもあれなんで、空腹すぎるのもあれなんで、適当に、まあ、例えば、ね、おにぎり1個ぐらいとか、適当に入れるのがいいんじゃないですかね。でもね、あの、その人によると、私は歌謡ショーなり、ライブなり、どこかに出るときは、一切終わるまで食べないです。あの、自分の歌いづらくなるんです、すごく。お腹がいっぱいになると。お腹いっぱいまでは食べない。ちょっとだけでも、ちょっとも食べないです。あ、まあ、水は飲みます。はい、水とか、白湯は飲むんですけど、その方が、こう、すごい声が出やすい。でも結構歌うってエネルギー使うでしょ、でもね、そんだけ蓄積してるじゃないですか、普段は元気というか、結構大丈夫。前の場合いっぱい食べてってで鉄の腹、私も鉄の腹、はい、いや結構ね持つんです。なんかでも人によったらね、そうすると、お腹空いて出ない人、低血糖を起こす人あるんですよ、はい、そう、私は大丈夫なんです、それはね、はい、はい、だから普段いかにしっかり食べとくかかな、そしたらちょっとぐらいあの体力持ちますよ、本当に。まあね、結構なんか自分の何周年の時なんか朝からすごい夕方まで何も食べないけど、欲しいとも思わない。ちょっと緊張してるからじゃなくて、緊張もあるし、もう水とかは飲まないとあれなんですけど、食べたらなんか、まあ、口の中もちょっとあれになっちゃうし、もある、ね、でも食べないとダメっていう人はちゃんとしっかり楽屋で食べてあります、はい、ね、だからその人によるんじゃないかな、人によるもね、他の人はしっかり食べてから出るもんね、そうそうそう食べないとちょっとこうもう舞台あれとか、だからエネルギーが出ない、人によるなって。で同じ何人かの人も話してたら、私も食べないとかね、いろんな人がいてます ね、 ね、普段はそれは食べますけどね、はい、まあ食べれることありがたいことですよ ね、 ね、今日はなんか食物の秋になってきましたけど食物食欲の秋、先月と同じような感じ、ね、でももみじといったらどんな食べ物と連想できるんですか、あのもみじがお菓子になってるのありますか、ね、もみじの天ぷらって知ってます、知ってます、あ、知らない、あのね、高尾とか、まあ、美濃でも、あ、美濃でもありますね、美濃でもあるけどね、私は美濃で買ったことあります、もみじの天ぷら大阪は、ただそのね、あれをしようと思えばその辺のもみじを続いて天ぷらしてダメなんですよ。だからあれ1年前のかな、なんかあの、あ、そうなんですか、そうそう、だからそのままにの、生のやつを天ぷらにしてもあんまりうまくないので、1年前に取ったやつをその乾燥させて、なんかそういう一工夫があるんですよ、でないと食べれないんですよ、あれ。やはりこう葉っぱ臭くなる、葉っぱ臭くなるし、あ、そうなんですか、昔美濃とかに行った時買ったりして食べてました。たくさんはちょっと脂っこいから食べれないんですけど、結構衣が大きいんでね、まあ、高尾で昔は食べましたけどね、それこそジャジャさんのような大きさのもみじの天ぷら食べれない大きすぎて全然ちっちゃいですよね、やっぱりあれのはね、それはもう全国にそんなやるんですか、そういう全国 あるんでしょうかね、まあ、京都と大阪があるのは知ってるんですか、そうそうそう、他あんまり聞いたことはない、まあ、あることはあるんでしょう、それはね、あると思うね、広島とかどうなんでしょう、あれは もみじまんじゅう、もみじまんじゅうもみじまんじゅうってね美味しいです、あちこちにあるんですけど、やはりそこの本場が一番美味しいでしょうね、ですよね、釣り金まんじゅうもあちこちにあるんですけど、やはりその本家本元とかいろいろ分かれてるんですけど、大阪で四天王寺にあるんです、そこがやはり、まあ、私的にはですよ、皆さんそれぞれ好みがある、そこの、まあ、実家の近くにあったところが美味しかったです、和歌山にも、和歌山にもあるんですよ、娘道成寺の、あ、そうなんですか、そこにね、釣り鐘まんじゅうは、あんまり京都では聞いたことないですけどね、それね、京都では釣り鐘あんまり見ませんね、ないね、お菓子もね、美味しいのたくさんありますけどね、京都にはね、見た目がすごく綺麗、いろんなものがね、今どうですか、もう観光客さんが多いですね、多いでしょう、今日京都からね、あの阪急で平日でも多いでしょ、特急で来る時でもね、結構普段のいつも来る時の倍ぐらいはお客さん、もうちょっとこうあれ盛り返してきたというか、そう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 、外国のあれもね、受け入れも OK になってきてね、ただまあね、外国の方はまあ以前に比べたらね、まあ少なめですけども、でも多いです、でもたまにやっぱりね、あの中国語とかね、あの話してますね、みんなね、そうなんですね、まあ、多分台湾が多いんですよね、あ、台湾の方が今いらっしゃるんですか、台湾の観光は結構多いですね、
まあ、もうね、なんかそれもいいことだと思うんですけど、まあコロナのね、もうこれも永久に終わらないから仕方ないですよね。まあね、インフルエンザ的に、そうそうそう、ね、うん、でもなんかみんなね元気ですね。それはね。そうだね。はい、まあ例えば桜の時期はね、みんなもうね、お花見とかやったりするし、もみじの時のはそういう。あるイベントあんまり木の下でなんかするのないですね。ないんだよね。あの宴会とかないですね、もみじの時はね。ちょっと寒いからですか？まあそれもあるんでしょうかね。わざわざこうレジャーシート引いてまでね。でもジャケットがね、着れるなんだろう、なんでないんでしょうね。今ふっとジャジャさんいいこと言いましたね。その聞いたことないね。前から気になった。もみじ狩りっていうのあるんですよ。まあ見物もみじを見に行く。結構綺麗ですよね。狩るんじゃないんですけどね。やっぱりね、あれは何でしょう。やっぱりあれは、うん、あの季節的なものもあるかもしれないですね。うん、例えば桜やったら、うん、寒い時から春に向かうバーッと向かうという意見で、やっぱり人の心も解放されて、うん、これから春に向かうんだ。うん、でももみじはこれから寒い時期に向かうので、ちょっと暗くなってね。それまでの寒くなるまでのちょうど間ぐらいに、こう見物して今はうろうろしてる、最後のうろうろ。最後のうろうろ。ああ、なんか秋は秋でいい感じですよね。ねえ、秋は。でも季節的に僕は秋の方が好きですね。桜よりもね、秋の方が好きです僕は。季節的にはね、秋の方がねちょっとしんみりとかね、そう、ことおせんちになったり、うん、春はやはり浅井さんが言うようにね、これから、うん、これから頑張ろう、うん、みたいにね、うんうん、はい、まあいつも頑張らなきゃけどね。じゃあすいません、ちょっとだけいいですか、コマーシャルのほんの少しだけね、はい、させていただきたいと思います。これはね12月18日日曜日、あの3回目です、伊藤幸子さんとダブル幸子ライブを、うん、あのするんです、うん、あの今度はカラオケ館、恵比寿橋にあるナンバ本店カラオケ館で、以前にね、あのナルサーズ天海遥さんも3人で一度ライブさせていただいた場所と同じなんですけど、うん、こちらもやはり、まあ、まだちょっと緩和されたといえまだコロナがあるので、うん、ちょっとまあ人数的にはそれなりに20名30名ぐらいで、うん、させていただこうと思っております。うん、新曲もまだ CD は2人とも1月11日なんですけど、発売はこの日も1曲2曲は新曲も聴いていただこうという、うん、もう2人ともレコーディング終わってるんで、うんうんうん、前宣伝ということで、まあ、クリスマスなんで頑張ってやりたいと思います。舞先生もちょっとお手伝いとか、あとギター弾いたりして、それに合わせて私たちも歌わせていただけるという、普段しない思考でちょっとさせていただきますので、よかったらぜひぜひ来てください、はいはい、ね、ジャズさんも一度二人の歌声を、はい、うん、ね、ね、聞きたいですね、はい、はい、どうぞ、ここで歌うのとまだ違いますので。はい、それともう一つすいません、はい、もう恒例のね、はい、林健二さん座長率いる、うん、今度は11月は私は出演しないんですけど、11月21日月曜日に、はい、またあのこの素敵なメンバーでザザされますので、うん、やはり前半後半分かれてるんですけど、よろしくお願いいたします。はい、ちょこっと私この日は楽屋には顔を出します。はい、用事がありまして、うん、はい、ありがとうございました。はい、12月14日もね、またザザの日はもう決まってるそうです。はい、またよろしく。あ、なんか12月14日って言ったら何でしょう、落ち入りの日ですね。はいね、はい、うん、それに何かちょっと予告を、予告を、はい、さあいよいよ来月は、はい、朗読では、はい、忠臣蔵、はい、ね、ジャジャさんも、ね、はい、そうだね、侍ジャジャが登場します、登場しますんで、はい、ぜひお楽しみ、超大作です、はい、超大作ね、それで先ほどもね、向こうでちょっとこう稽古をね、難しいね、なんかその侍用語、侍言葉が、聞く言葉がわからないですもんね。でもだいぶね、普段の、ね、喋り方では、普段使わない用語はありますからね。ただそのダラダラと読むのではね、うんうん、でも無理もないですよ、その内容とか、そう、ゆっくり読ませていただきますわ、お願いします。OK ですよ、ジャジャでしたら、はい、楽しみに、はい、楽しみにしてください、はい、よろしくお願いします、ね、そしてカメラで撮っていただいてるゆうこさん、ゆうこさんもデビューですね、登場、デビューです、デビューお二人、はい、あ、ジャジャさん2回目です、ね、2回目ですね、 X 星人、 X 星人、今回ね、もうはるかね、うん、はい、もう宇宙人から今度は侍になる、すごいですね、そのワープがね、はい、うん、
またそれで OK でしたらどんどん言われますよ次は彼次は今度女性役も言われますかもしれない私のようなおばあさん役のよろしくお願いします。はい、はいはい、何か浅井さんはあ、はい、まだ先なんですけどね、はい、4月、はい、ガラシャの、はい、東京公演が決まりました。本決まりです。またね、はい、チラシできましたらまたね、はい、告知の方をしますので、はい、4月よろしくお願いいたします。はい、まあそんな感じやこんな感じやで今日もね、今日も時間になりましたね、はい、3年寝たろうね、はい、面白かったですね、これね、聞いていただきました。いっぱい台本が溜まって嬉しいです、はい、また読ませていただきたいと思います。はい、はい、じゃあ行きましょうか。はい、誠と幸子のあ人生泣き笑 い、はい、第9回目終わりました。ありがとうございました。ありがとうございました。また来月よろしくお願いします。またね、ちゃんとコメント返させていただきたいと思います。見ていただいてありがとうございました。ジャジャさんありがとうございました。ありがとうございました。さようなら。